化学工学は化学物質を工場等で作るときに必要な学問です。で、教科書等でいろんなことを学びますけれども、それを実際の大きなスケールで動かすときにどういうことを考えて大きなスケールに持っていくのかっていうのを大学時代に、勉強してもらうと、そういう学問になります。はい、化学工学は非常に大きな、こと、大きな広い分野のことを実施しないといけないんですけども、それを全部やろうとすると非常に大きな長い時間がかかります。でそれに対してここでは非常に重要なところに焦点を絞ってですね、その焦点に絞った内容を割と深く勉強していただくというのがこの講義の特徴です。はい、化学物質を作るときにはですね、実験室規模ではなくて本当に大きなスケールでものを作る。でその時にいろんなことを考えないといけないんですけれども、そこで科学的な知識だけではなくて、数学的な知識だとか、あるいは、ものをデザインするイメージ を頭の中で作ると、そういういろんなことを考えながら大きなものを作っていくと、そういう、取り組み方ですね、そういうことを学んでほしいなというふうに思っています。はい、科学系に進むとなると科学のことに、注意を向きがちですけれども、実際は数学とか物理とかいろんなことを使いながら科学を学ぶということになると思います。いろんなことを高校で勉強して習得していただけたらいいかなというふうに思っています。